はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらエクシブコーポレーションさんにねお邪魔します。早速ね、中の方見てみましょう。はい、ではお邪魔します。あ、どうもどうも、お久しぶりです。この間ポルシェをね試乗させていただいた、はい、カズさんです。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、ちょっとお店の方を見せていただけるということで、はい、奥の方にね2台あるんですよね。はい、すごい、何これ、何これ。うわー、そうです、これベントレー的なやつですよね。リンゴです。と、はい、このベンツ、これってまだ売却してないやつなんですね。そうですね、ちょっとまだ売れてないですね。ちなみにこれおいくら万円ですか？これは一応横断なんですけど、まったけ TV を見ていただいた方にはマジちょっと見ていただいたって言っていただければ、頑張らせてもらうということで、ちょっとお電話で、はい、お話させていただければと思います。ありがとうございます。はい、ちなみにちょっとお電話番号いきなりね、ここ入れておきますので、はい、こちらです。で、こっちは値札が出てるんですね。はい。新車価格1800万円が、今中古で398万。はい、嘘。これ安すぎひん、これ。安すぎましたね。安すぎやな。別にどっか壊れてるわけでもないもんね。そうですね。まあ、安い理由としては色ですね。うん、白とか黒だとやっぱり高いんですけど、シルバーになると輸入車って結構他の色に比べては安く入ってきますんで、色なんかね、別に色なんかって言ってもあれやけど、全然綺麗なシルバーしますけどね。欧州車はシルバーが似合うような流線型のデザインが多いんで、で逆にシルバーの方がかっこいいかなっていう。そうですね、渋くて僕は好きですね。ね、結構白とか黒ね結構見かけるんでね、差別化できるんじゃないかなと。はい、お、出荷もこれトップがガラストップなんですね、かっこいい。そうです。こうやって S クラスって全部こんなんでしたっけ？オプションなんですけど、大体日本に入ってくるやつは。これでも今のところどっか別にね擦ってるわけでもなく、今ちょっとざっと一周してきますと、あ、後ろも綺麗な。だいたいこのね左後ろのねこの辺なんか見えないんで吸っちゃいますけど、はい、あ、相当でかいなこれ、相当でかいですね。528ぐらいあります。ほぼ傷なし。これはあれなんですね、車外パーツは特に。そうですね、もう、はい、AMG スポーツパッケージっていうパッケージになってまして、はい、ホイールとかもエアロも変わってるんで、特に触る必要ない感じですね。平成26年式、6年目っていうところですね。はい、それでこの値段が、この値段に。そうです。ちょっと偉い安いですね。そうです、ギリギリで頑張ってます。なんか怪しさすら。大丈夫です。一応鑑定してもらって。鑑定、あ、そうか、鑑定って書いてましたね、はい、そうや。そうです。あ、そうそう。グーさんの方で鑑定していただいて。5つ星、はい、すごい。グーの鑑定がね、ついてるということで、はい、安心ですよね。鍵ね、こんな感じです。あー、ベンツらしい。これが398、嘘。はい、これちょっと最近ねフィットでもね300万ぐらいしちゃうんですよ、新車だとね。いや、えぐ。お邪魔します。おほほほほ、わ、すごい、革のいい匂いがする。これすごいな、これどうなってんの。ここ間接照明がダーッとね、最近のベンツってこんな、最近というかベンツってこんな感じなんですね。すごいイルミネーションが綺麗。ちょっと座席調整。はい、私ちょっと座高高いんでね、目いっぱい。これで今、おお、すごいすごい。はい、ああ、でもさすが欧州車。はい、私が乗っても全然、結構ね体大きい人これすごい。そうですね。そうですね。たくさんぴったりですね。1、2、3と。3人までメモリができると。じゃあちょっと、これエンジンは今日は、はい、あ、どうぞ。ほりゃ。あ、そうか。これ全部もう液晶に。そうです。これって現行モデルではないやんね。現行はこれの、これ前期で、現行の。あ、前期なんや。はい。後期も出たんで、後期だと確か、ここが全部一つつながり。いや、最近のベンツってね、なんかこう、すごいイルミネーションが。そうですね。アンビエントライトっていう。アンビエントライト。色も変えれるんですよ。ここでグリグリすると。のカラーで。じゃあちょっとピンク色。はい、ピンクになりました。後ろとかも。
すごい、これ後ろテンション上がる。上がりますね。これちょっと後ろ女の子とか乗せたら偉い喜ぶんじゃないですか、これ。キャバクラみたいな。シャンパンとか出てきそうやな。はい。本当はそこもオプションで冷蔵庫がつけれるんで、真ん中にシャンパン出すこともできます。あ、そうなん、さすが S クラス、はい、わー、すごい、これ天井がこんなんなってるが、やっぱさっきガラストップね、はい、この真ん中にフレームが入るんですね。そうですね、前だけ開くようになってます。あ、後ろは開かないんですね。そうです。あ、はい。あ、一応こんな感じで。そうです、やっぱだいぶ明るいですね、爽快感が。そうですね、違いますね、はい、ずっと押していただくと前も閉まります。サンルーフと逆で、なんか出てきそう。あ、すごい、ドリンクホルダー2段階式で、はい、これは何やろな。あ、これ CD かですね。未だに CD ついてるんですね。そうですね、現行でももうオプションになったり、うんうんうん、なくなってきてるんで。そうですよね、もう需要がね。そうです。こうやって押したら戻ります。お、これ電話。これ電話。昔ながらですね。え、これ電話使えます。 Bluetooth つないだら多分できると思う。はあ、すごい。ちょっとこれ隠れてるっていうのが面白い。へえ、こんなん初めて見た。で、まあ、時計がね、ついてると。ここはちょっと一応全部開けてみよう。はい。ああ、まあまあ、あ、横に開くのね。そうです。これ、反対側から開けることができます。こうちょっとジュエリー的な。こっちからも開ける。へえ、あ、いいですね。この蓋が壊れたら高くて。あ、そうなの？この蓋だけで20万ぐらい。20万。蓋だけで20万しか。高い。はい。じゃあちょっと後ろを乗らせてもらいます。はい、後ろ行きます。はい。テンション上がるわ。うわ、お邪魔しまーす。あ、広い。すごい、シートこんな感じ。うわ、これだいぶ広いぞ。ほぼ結構後ろにね、今してます。そうですね、仕様で下げても広いです。そうですよね。これロングの良さです。これ、あ、ロングなんですね。そうです。これね、ちょっと、また足がちょっと短いんですけど、身長のあり、短いんですけど、十分ほら、足組めますね。後ろは後ろで調整できたり。うわ。うわ。すごい、これ中も全然、これほぼ新品に近いですよね。使ってなかったんじゃないですかね、この車。綺麗ですよね。いや、本当にね、いや、これ本当に使ってなかったんじゃないかなっていうぐらいの、今、ちょっと綺麗さですね。そうです。ここ小物入れです。あ、さらに。本来、あの、冷蔵庫が、付けれます。ここに付くんですね。はい、2本ポンポンって入るように。で、ここが間接照明。そうです。あ、こうなってるんか。後ろのシェードも自動で上がるのね。このね、手元のこの辺のボタンでできるということですね。っていうか扉が長い、扉が長いわこれ。ほっ、おー、やったね、やったね。すごい。あ、そっか、閉める時も。あ、結構センサーいいですね。そうです。なかなかこれいかないやつあるんですけど。はい。結構感度いいです。感度いいですよね。あ、ちゃんとね、柳瀬で買ったやというのがありますね。これマジおすすめちゃうこれ。そうですね。柳瀬、しかもワンオーナーですからね。あ、ワンオーナー。はい。あ、本当や、ワンオーナー。あ、法人の。はい。っていうことは、どこぞの社長さんが、もう送迎するためだけに、S550、AMG スポーツか。ベンツ S550 AMG スポーツ、398万円。もしね、こちら気になる方がいらっしゃいましたら、早めにね、ちょっとお電話してもらった方がいいと思います。多分ね、これすぐ売れそうな予感がします。詳しくはね、下の概要欄に貼ってますので、皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで S550 でした。じゃあね、バイシュー。